ランドサット衛星写真より作成。水色文字位置が二の島。検疫所は海に面した島の東半分の敷地に置かれた。検疫所の位置を示した地図。上から第一、第二、馬室検疫所。二の島検疫所は、かつて大日本帝国陸軍が、広島県秋郡二保島村の二の島に設置した検疫所。戦争に際しては、施設内に、 不慮収容所も設けられた。二の島は、瀬戸内海の広島湾入ぶ有人島で、広島市外から南へ約4 4トルに位置する。1895年、日清戦争の機関兵のために、大日本帝国陸軍が二の島の東岸に整備した検疫所である。所管は、海軍単独陸軍、海軍の分割管理陸軍単独と変遷しながら、 第二次世界大戦末期まで検疫業務を続け、1945年の広島市への原子爆弾投下の際には被爆者の臨時救護所として機能した。戦後は厚生省の検疫所として機能したが、1958年閉鎖した。また、日露戦争及び第一次世界大戦時には検疫所内に不慮収容所が設けられ、 当時としては貴重な文化交流が行われた記録が残っている。島の東側の海沿いの平地すべてに関連施設があり、内二の島町アザハセつまり島の中心から見て、北東部の突端付近の平地に創設当初からあった、通称第一検疫所が二の島町アザ、東大谷つまり島の中心から見て、南東の案内に、通称第二検疫所と群馬用の、 馬筆検疫所が設置された。島には現在もかつての検疫所の遺構がいくつか残っている。1930年頃の広島市地図。右上に広島駅、右下に宇治河校がある。乗車心と位置関係を参照。1894年7月、日清戦争勃発。この際広島市に大本営が置かれた。これは当時東京を起点とする。 鉄道網の生誕が広島駅であったこと、大型船が運用できる港である宇治河港があったためであり、その港は出生兵士、輸送物資の玄関口、つまり兵站基地となった。この年には明治天皇が広島に移り、帝国議会が広島で行われ、臨時首都として機能した。日清戦争日本軍の損害も参照戦地では伝染病が流行した。 これは広島も同様で、1895年3月から、同年11月つまり、戦争末期から終戦後兵士が外戦して、以降にかけて、県内で3910人、内市内1308人のコレラ患者が発生した。中でも、当時大本営参謀総長である、アリス川の宮たる人新郎が、広島で発症した蝶地府市で1895年1月、皇居するなど、 式にも影響した。そこで、広島では、例えば、陸軍による市街地の徹底消毒や、近代浄水道敷設など対策が取られるようになる。特に宇品へ浄水を送る、広島軍用水道、宇田浄水場は、天皇の直令という異例の形で決定した。この状況の中で、医務局長として、天皇と共に、広島入りした、軍医、石黒忠則が、 戦争機関兵に対して伝染病の検疫、消毒を行うため大検疫所設置を主張、創設されたのが、この二の島検疫所である。後の後藤新兵1895年4月1日、直令第33号臨時陸軍検疫部、完成交付、二の島のあざはせに、臨時陸軍二の島検疫所として開設が決定した。二の島に検疫所が置かれたのは、 宇品港のすぐ沖合に位置していたからである。後藤新平臨時陸軍検疫部事務局長の指揮の、元彦島検疫所、桜島検疫所と共に整備され、内ちの島は2ヶ月の特幹工事で建設され、同年5月30日完成、同年6月1日開所し、検疫業務に入る。開所直後である同年6月7日には、北里柴三郎博士が、 新しい熱気消毒用機器である蒸気式消毒管の実験のために訪れている。また、同式地内に付属の非病院も設けられた。広島市内には分院も作られ、その中の一つである二の島非病院船内理分院は後市に払い下げられ、現在は広島市立船内理市民病院として存続している。なお日清戦争は同年4月21日終結。 同年4月27日大本営を京都に移し、明治天皇は広島出発したことから、検疫所の運営は皇族及び主要公館が広島を離れた後に開始したことになる。これら検疫事業は当時前例のない規模のもので、特に二の島検疫所施設群は当時世界最大級のものだった。この検疫事業は当時海外でも評価が高く、 例えば第3代ドイツ帝国皇帝ビルヘルム2世から激賞されている。ただこの間、検疫所職員の中で53人も病気感染による死亡者を出しており、その慰霊碑は現在市内東区に立神社境内にある。対策が実り流行を過ぎた1895年9月頃にはこれら患者が激減している。膨大な人員の検疫を成功させたは、 検疫部長である小玉玄太郎陸軍次官から大きく評価され、その後第四大台湾総督に就任した小玉によって民政局長に抜擢されることになる。また、この時期に、木日羊事変関係者の三浦五郎たちがここで、検疫を受けていた最中に逮捕されている。その後、機関兵の検疫も終了、陸軍第五師団に移管されるも、検疫業務としては、 休止状態となった。そこへ1897年8月、日本海軍に移管され、クレチンジュフ所管となった。日露戦争が始まると、日清戦争時よりも、さらに傷病兵が出たことから、1904年4月、再び陸軍大号師団に移管され、この際の取り決めにより、陸軍、海軍ともに、ここで検疫を行うことになった。施設の充実が始まり、 1905年1月あざ、東大谷に通称第二検疫所が設けられ、当初からあった施設は通称第一検疫所と呼ばれるようになる。当時の陸軍及び海軍の資料における正式名称は、二島検疫所第一消毒所、二島検疫所第二消毒所。検疫人数は1日あたり8000人を想定して整備された。この戦争から、 日本人だけでなく、不良も検疫している。また、第一検疫所にあった、非病院は閉鎖され、広島永住病院で対応することになった。1906年に、陸軍運輸部の管轄となった。1910年第一検疫所の大部分を、海軍に遺憾、つまり第一を海軍が、第二を陸軍が管理することになり、第一は、 クレ海軍病院にの島消毒所として運用されることになった。その後海軍消毒所は老朽化が進み、1923年海軍、消毒所は三都後島に移設され、海軍消毒所つまり旧第一検疫所は倉庫として用いられるようになった。1940年には第二検疫所の南側に軍馬用の馬筆検疫所が設置される。 いかに、昭和初期までの検疫実績を示す。なお日中戦争でも検疫が行われているが、記録は不明。なお、海軍のものであった、旧第一検疫所つまり後の倉庫軍は、太平洋戦争末期には陸軍の施設となっているが、また陸軍に移管された時期は不明。例えば南側は、陸軍兵器首相二の島まだことなるが、発端は、 当時市内東新会長あった陸軍兵器市長で1921年8月8日爆発事故を起こしたためここ二の島に移したものであるが移転年度は不明である。もともとこの地に捕虜収容所が併設されたのは日露戦争の時である。1905年ロシア人捕虜を収容するロシア捕虜収容所が二の島第一検疫所に併設され、 最大2391人収容していた。ただこの日露戦争時の捕虜は検疫後一時的に収容されていたものであり、ここから宇治内渡り全国の収容所へ送られたと現在では考えられている。第一次世界大戦下の日本も参照第一次世界大戦の局面で日独戦争が勃発、戦争終結後当時大阪市にありドイツ人捕虜を収容していた。 大阪不領収容所が手狭となったことから閉鎖し、移転することになった。1917年2月19日、その移転先として、二の島第二検疫所内に、二の島不領収容所が開設した。所長は、大阪収容所所長の菅沼喜たるがそのまま務め、ドイツ将兵536人、オーストリア兵9人、計545人が移送されている。なお下記でもわかる通り、 全員兵士として管理していたが、非戦闘員も含まれていた。第一次世界大戦勃発以降、不慮収容所は全国各地に作られたが、それらは、二の島、久留米不慮収容所、坂道不慮収容所、青野原不慮収容所、名古屋不慮収容所、奈良市の不慮収容所と最終的に6つに統合され、中でも二の島は坂道と共に最終的に整備された。 不虜収容所であり、唯一島に作られた収容所となった。ここに収容されたドイツ人捕虜はハーグ陸戦条約で守られるいくつかの自由が許されており、彼らの一部は日本の文化に多大な影響を与えている。広島県商品陳列所その他の交流として、1919年5月18日、広島市内で、 ドイツ人捕虜による音楽会が開かれた記録がある。第一次世界大戦終結後、随時ドイツ人捕虜は解放され、この収容所は1920年4月1日、閉鎖されている。注意ここには検疫所に収容された被爆者の外傷の映像があります。ご覧になりたい方は、右端の表示をクリックしてください。全身に大やけどを負った被爆者。 8月7日撮影。全身に大やけどを負った被爆者。8月7日撮影。太平洋戦争を末期、機関兵が減少したことから、検疫業務がほぼ行われなくなった。第一検疫所は、倉庫軍つまり、陸軍兵器補給省二の島団薬こと、陸軍運輸部二の島倉庫として用いられ、第二検疫所と馬筆検疫所は、 陸軍船舶司令部所属の船舶防衛機部及び船舶衛星隊が駐屯していた。1945年8月6日午前8時15分、広島。二の島は爆心地から海を隔てて、島の北端で約 8.3km、島の南端で約 11.5km のところに位置した。この時、二の島県役所は被爆者救護のために重要な役割を果たした。 当時建物被害はほぼなく、薬品類や医療器具の備蓄が約5000人分あったことから、市内から船で被爆者が次々と運び込まれた。ここまで運び込まれたのは、市内中心部の病院がほぼ壊滅し、残ったものも多数の被爆者が訪れたことから、麻痺状態となったことに加え、当時原爆症が伝染病の一つであるセキュリだと誤認されていた部分もある。さらに、 広島市は大高和水系の三角州に形成された町で、市中心部へは船で遡っていくことができたため、ここに駐屯していた赤月部隊は船で救護に向かい、そのままここまで運び込まれたためでもある。倉庫として用いられていた旧第一検疫所ではなく第二検疫所に運ばれている。同日午前10時ごろ、被爆者の第一人が検疫所に到着。 以降も受け入れが続いて薬もすぐ底をつき、同日夜には、島内施設はパンクする状況となり、別の収容所へ移される事態となった。検疫所に運ばれた負傷者は被爆後20日間で1万人と言われる。船で運ばれる途中で亡くなった者や検疫所で亡くなった者、さらに、宇じなや金ん島鯉などからも運び込まれた死体が溢れ返り、当初は仮装されていたが、 それも追いつかなくなり、島に掘られた、防空壕へ単純埋葬された。身元不明の遺体も多く、一人ずつ墓を建てられないということで、後に千人塚が混流された。検疫所に運ばれた人物の一人に、第二層軍教育参謀中佐で、市内で被爆したりがおり、この地で亡くなっている。同月十二日ぐらいから負傷者は、五日市町、二日市町、宮島町。 大竹町などの他の病院施設に移されていき、同月25日には残った500人の負傷者すべてが、他へ転送され、救護所としての検疫所は閉鎖された。検疫所自体は、戦後も用いられており、翌1946年から厚生省の管轄となって、引上げや、福音兵の検疫を行いつつ、規模を縮小しながらも存続した。 1958年施設の老朽化に伴い、二の島検疫所は完全に閉鎖された。一方で検疫所施設は戦後直後から他の用途へ転用された。まず1946年9月3日、第一検疫所敷地内に広島県千歳寺教育所二の島学園が開設される。第二検疫所には1965年。 平和養老館と1984年、広島市二の島臨海少年自然の家が、開設、馬室検疫所には1949年、広島市立二の島小学校及び、広島市立二の島中学校が移設している。二の島で亡くなった人の具体的な数は、現在も分かっていない。広島市は1947年以降数度に、渡島内で発掘作業を行い、 遺骨や遺品を遺族に返還している。島内には県役所関連の遺構や慰霊碑費が多数存在している。二の島には捕虜収容所時代の文化が残っており、例えば二の島臨海少年自然の家ではバウムクーヘン作りが体験できる。また二の島はある時期にはサッカーの島と呼ばれ、二の島学園創設者森吉丸の息子である森健次森浩二森孝治兄弟、 堀口照行や沖野人志、二ノ島中学校教諭の渡辺秀丸など多くのサッカー選手を輩出している。2011年の広島平和記念式典では、原爆死没者慰霊碑に捧げる混水に、当地の井戸水が採用されている。陸軍二ノ島県疫所海軍、呉海軍病院二ノ島消毒所、明治378年戦役県疫史、富士山以下、1907年発行の 明治378年戦役0 0史検疫史を参考に第1及び第2検疫所の施設群を示す。馬筆検疫所は資料不明。この時点での施設は木造平屋建てでほとんどが縦長に作られており、3から5棟を1セットとして室と区分していた。後に撮られた写真には2階建てのものも存在していた。これら主要棟は線路で結ばれ、 ブロック工場の運搬車が配備されていた。発電棟も存在した。第一検疫所第一が初期からあった検疫所であり、非病院もこの敷地内にあった。人の流れとして船で北端に位置した未消毒桟橋から上陸。停泊中の船上及び上陸後に軍医による診断。その背後の消毒区と呼ばれる。 施設群で入浴と衣類及び装備品の消毒。そこから東側海沿いにあった停留車に滞在する。なお宿舎は商工、菓子、異常がなかったものは気消毒桟橋から離島。その南側が非病院となり、偽証室、さらに南に新消室、その西隣山沿いにペスト病室や回復室があった。その南側に、 火葬場及び焼却場があった。第2検疫所後に作られた検疫所である。こちらには非病院がないため、第1の1から3の流れになる。未消毒桟橋が、三崎の突端付近、気消毒桟橋が、湾内用にあり、その間に消毒区と停留車があった。東側からの二の島と峠島。峠島の向こうに見える、建物付近に第1検疫所が、 二の島の左側に見える湾内で右寄りに第二検疫所が、左寄りに馬筆検疫所があった。二の島の遺構二の島臨海少年自然の家参照現在、島内には検疫所関連の遺構が存在する。なお、広島市は爆心地から5キロメートル以内のものを被爆建物としているため、これら島内の遺構は被爆した遺構とは見られていない。以下、 検疫所に関係するもののみを列挙する。旧第1検疫所付近旧第2検疫所及び場室検疫所付近旧第1、検疫所が倉庫として用いられていた時代に作られた遺構もある。旧第2検疫所内の不良収容所関連のものは以下の通り。被爆関連施設としては、その他、島内には、旧陸軍の遺構が数多く残っている。 二の島交通を参照自前の交通は船舶のみである。島内に公共交通機関はなく、二の島港にレンタル自転車があるのみ。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。二の島不良収容所に関するカテゴリありがとうございます。